坂本鬼木、ね、さんの戦術がとか、鬼木さんの、なんていうのかな、選手へのリスペクトだったりとか、サッカーへのひたむきさとか分かるけど、鬼木さんがとってた戦術が、川崎が苦しむ機会を少なくしてたかっていうと、どうしてもハマりどころを作ってたりとか、そうなんかこう、全部今ね、全部一気に思い出せないけど、突っ込みどころがない監督ではないから。 っなったときに100点では押せないけど今の監督よりは全然いいと思う,う感じですね。